鳩様、朝ですよ。いい加減起きてください。いいじゃん。たまにはゆっくり寝ても。ダメですよ。一日の怠けが後々引きずってくるものなのです。でもさ、今日休日なんだよ。あのさ、休日くらいはゆっくり寝させてよ。勉強とか、規則正しい生活とかそんなの関係なしに、バカになれる日なんだよ。休日はそれを妨害されたらもう、俺の休日は死んだと言っても過言ではないよね。つまりソルテが俺の休日を殺したってことだよ。いくら破壊神とはいえ、主の休日まで破壊することないよね。お願いだからダラダラさせて。なら個人的に会いたいならどうですか？なら問題なし、ぜひゆっくりしてってよ。休みのことになると必死すぎでしょう。ははえ、この休みだってメリアから勝ち取った休みだ。それまでは休みという概念すらなかったんだからな。じゃあせっかくだし部屋でのんびりしよう。何もしない日も大事だよ。つきゃ、たまには起きて遊んだらどう？まだこの時間は眠いよ。うちはまだ寝てるねー。なんか、休日に猫と戯れてる主人みたいね。でもスキャはすっごい護衛になるよ。なんで普段は身につけたらダメなの？二次災害に考慮してです。部屋はさすがの私でも扱いきれませんので。みんな怖がりだなぁ。フェアはすごくいい子なのに。それはパトさんが主だからですよ。私たちだとね。そういえば今日って誰が休みなの？今日は私、ラル様、アリシア様、ソフィア様ですね。先行部隊は今日はセッカちゃんが休日勤務に出てますね。各部隊の総長か。そういえばアリシアやラルって普段どんな休日を過ごしてるんだろうね。そうですね。ラル様は紅茶と映画鑑賞が趣味なので、それをたしなんでいるのでは。映画鑑賞に関しては私も一緒に行きましたし。いやー、地球の映画ってすごく面白いわね。特にホラー。そうですね。スリルがあって。私ホラー苦手なんですよねー。でもラル様には言えないしね。ソルテ、まだ時間あるし、ランチ食べたら次のホラー映画見に行きましょう。そうですね。次はどんな作品なんですか？それはもう血がブシャーして、すっごく悲鳴が上がるような映画よ。それが楽しみなんですもの。きついのドS。そんなの自ら戦場に出て聞いてくださいよ。それから何回も何回もホラー映画見て、休憩して、ホラー映画見て休憩してを繰り返したわ、何度も。苦労してるんだな、断ればいいのに。別にラル様とのお出かけは嫌いじゃないのよ。それに従属新時代の先輩でもあるしね。へぇ、じゃあソルテの休日はずっとそんな感じなの？そんなことないよ、こうやってパトさんのところに来ているじゃない。ああ、確かに、絶対に来るよね。ソルテって仕事以外は割と引っ込み思案というか、人見知りって感じがあるんだよな。仕事では気が強いし、怒鳴るけど、プライベートになるとよそよそしいというか、俺以外にはかなり物静かというか。ソルテって、人見知りするタイプ。わかる、もともとがネクラだからどうしてもね、仕事は切り替えることができるんだけど。ギャップ萌えですね、大好きです。ならアリシアって休日どうやって過ごしてるんだろうね。アリシア様。ソルテって、アリシアをあーちゃんって呼ぶくらい仲いいんでしょ？従属新時代より前から付き合いがあったから。そうなんだ、幼馴染みたいな感じ。それもあるけど、常に比べられる対象だったかな。正気人族と神聖エルフ族からの新王候補としてね。二人とも優秀だからね。それじゃああまり普段は一緒に遊ばないんだ。私のプライベートはどっちかというとラル様の方が多いわ。ならさ、せっかくだし見に行かない？覗きはちょっと。室内にいたらそのまま一緒に過ごしたらいいし、帝国のどこかで何かしてたらそのまま戻ったらいいじゃん。そうね、なら一緒に行きましょうか。留守ですね。どこかに出かけてます。へぇ、じゃあ室内にはいないんだね。あれかな、従属神の子たちのところに行ってるのかな。かもですねー。アリシアってすごく人脈あるから、帝国の従属神や配下神からの人気もかなり高いんですよ。さすがは俺たちがいなかった時に帝国を支えてただけのことはある。よし、ならアリシアの気配を探知して探そう。別にそこまでしなくても。スキア、起きて、アリシアの気配を探して。気配、アリシアでいいの？スキアもやる気にならなくていいわよ。ああ、アリシアでいい。探すんだ。ラジャー、うちの探知にかかればいい頃だよ。スンスン、スンスン。スンスン、スンスン。見つけたよー。ソフィアちゃんと一緒にいるねー。どのあたりにいるの？帝国城下町だねー。一緒に買い物してるのかなー。よし、なら早速向かうぞー。なんかオチが見えたわ。ソフィア様、お洋服汚れますよ。あと雨のおかわりが必要になったら言ってくださいね。あ、そうだ。歩くの疲れたらいつでも言ってくださいね。すぐにおんぶしますからね。最近ちゃんと寝てます。研究で寝てないとかない。
あ、もうお昼ですね。ソフィア様、お腹大丈夫です。ついていたらどこかお店に入りますか。アリキュア、うざい。だってだって、普段ソフィア様の面倒を見れないので心配で心配で。アリキュアは過保護すぎだよ。私もうそこまで心配されることしてないよ。でもですねー、私の中でソフィア様はずっと小さい時のままでー。ねえ、私を子供扱いしないでよ。すっごく過保護だねー。まるで主様みたいだねー。ソフィアは恩恵やカゴに守られてるだけだー。予想通りすぎて何も言えないわね。でも確かに想像通りだね。っていうか休日もしかしてずっとソフィアにつきっきりなのかな。アリシアってソフィア様が生まれた時から教育係だったから、もうあの過保護はソフィア様のせいなのかもね。納得だわ。はぁ、まさか最後の最後で不意打ち食らうなんて。はぁ、というかなんで休日出勤してまで戦わないといけないのよ。というか最近私のイメージが戦闘狂みたいなところあるけど、私そこまで戦闘マニアじゃないし、むしろゆっくりゲームしてる方が好きだからね、本当。はぁ、今日の仕事終わったし、帰って寝よう。明日も別の惑星のエイリアン討伐なんだよね。しかも明日はハクが休みだから一番弱い私が舞台内で一番向く、嫌な時間だわ。あれ、あそこにいるのってパトとソルテ様。思ったんだけどさ、みんな遊ぶペアって決まってるよね。メリアとセッカ、コトカとゲッカ、カナとハク、ソルテとラル、アリシアとソフィア。まあ、大体はそうですね。俺ってプライベート一人じゃね。主様には私がいるよー。パトさんは秘書特権で割と私が独り占めしてるところあるわね。私結構プライベート一人なんだけどなー、パトからはそう見られてるのねー。まあ、遊びに誘いたいけど、正直休みが貴重すぎて寝てたい。待って、今の私の思考年より臭くない？あ、せっか、仕事から帰ってきたんだ。お帰り。休日勤務お疲れ様。しっかり体休めておきなさい。ソルテ様、休みもう少し増やしません。正直現場仕事の先行部隊の休みが週休1日は少なすぎますよ。わかるけど、私にその権利はないからねー。俺がメリアに言っておくよ。口喧嘩になるかもだけど。あー、そんなレベルなのね。わかったわ。今日は帰って寝る。二人はまだそこにいるの？いや、用件は済んだし、せっかくだからせっかの部屋に遊びに行っていい。暇なんだー。せっかちゃんの部屋ー、また鍵置いてるー。ごめん、それはさすがにない。おもてなしできないけど、それでいいなら。あー、場所教えてくれたら私がやるわよ。一緒に行きましょう。みんないろんな休日過ごしてるんだなー。とりあえず目指せ、完全週休2日制。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。